マンシマ・アイローブ・マンエレン・バナン地域の標語、ラテン語、クエコンク・ジェカリス・ステイブと、ナゲグレバ、イズク国でも、タタン地域の歌、ゴッド・セーブ・ザ・クイーン・女王・陛下・バンザイ、オーランド・オブ・アワー・バース・レイヤ・ショー・ナ・ダイ・バナン、マンシマ・サンカ・マンシマは、グレート・ブリテン島とアイルランド島に囲まれた、アイリッシュ海の中央に位置する島。面積は、約572平方キロメートル。首都はダグラス。 人口は8万58人。万島は複数の国の間で統治権が移動する複雑な歴史を持っており、周辺の島やイングランド・アイルランドとも異なる独自の文化を築いてきた。1405年以降は万島領主を名乗るイングランド貴族のスタンリー家が代々統治してきた。1765年の万島。 購入法成立によって王室が満島の支配権を購入し、それ以降はイギリスの君主がマンシ島領主を世襲している。マンシ島は法的にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の一部ではなく、また主権国家でないため、イギリス連邦の加盟国でもなく、自治権を持ったイギリスの王室属領である。しかし、イギリスとの密接な関係から、 イギリス連邦の一部とみなされることも多く、イギリス連邦議会連合や、コモンウェルスゲームズ等に参加している。イギリスが1973年から2020年まで EU に加盟していた際にマンシマは EU に参加せず、代表も送らなかったが、イギリスの特別領域として扱われていた。詳細は EN、History of the Isle of Man を参照島中央部にある、ブライド。 ケルトバイ時代の円形住宅と二つのロングハウスの遺跡起源前8000年頃、水位が上昇し、マシ島は周囲の島々から切り離された。証拠から、島への定住は、起源前6500年以前に海から行われたことが示されている。最初の住民は小さな小屋に暮らし、狩りや釣りをして、食料を集めていた。彼らは角石や骨で作った。 小さな道具を使っていた。これらは海岸近くで多く見つかっている。これら工芸品の代表はマンクス博物館に所蔵されている。新石器時代に農業の知識、優れた石器や陶器が伝わった。この時期に巨石記念物が島の周囲に現れるようになった。この時代の巨石記念物としてキャシュトル・イニャード、キング・オリ、エス・グレーブ、ミル・サークル、 バラハラストーンズが挙げられる。青銅器時代、巨石記念物を建てた人々の大きな共同墓は小さな古墳に置き換えられた。遺体は装飾用容器と共に並べられた石の墓に入れられた。青銅器時代の古墳は田舎で長期間作り手が作り続けた。鉄器時代はケルト文化の影響が始まった。 丘のてっぺんには大きな鳥が作られ、海岸沿いの崖の上にはより小さな鳥が建った。その間、木組みの大きな円形住宅が建てられていた。5世紀頃、アイルランドと移住者からの文化的影響がゲール語化の過程を促進し、マンクス語を生み出した。このことは、拝む文字の碑文が証明している。マンクス語はアイルランド語やスコットランドゲール語と密接な関係を保っている。 マンシマへのバイキング定住は8世紀終わりのことだった。バイキングがティムワールドという議会を設置し、現在も残る多くの土地区画を導入した。スカンディナビア支配を受けている間、名目上の総資権をノルウェーの王が保有していたが、ノルウェー王が総資権を主張するのは、わずかな機会に限られた。12世紀以降、ノルウェーの内政の混乱によってシマ支配が弱まると変わって、 勢力を伸ばしてきたスコットランド王国と衝突するようになった。13世紀半ば、万島及び島処部の王であったマグヌス・オラフソンは、ノルウェー側に立って戦ったが、万島を除くすべての島を放棄して降伏させられた。マグヌス死後の1266年、ノルウェーをマグヌス6世は、スコットランドとの間に結んだパース条約によって、マシ島を含む島処部を割譲した。 しかし、スコットランドのマシ島支配は1275年のロナルズウェイの戦いでマシ島人を退けるまでは定着したとは言い難かった。13世紀以降、満島の支配権は、ある時にはスコットランド、時にはイングランドと二点三点した。ヘンリー4世の時代にマシ島はイングランド王家のものとなり、1405年にジョン・スタンリーに島が授けられた。以後、 ジョン・スタンリーの子孫である、ダービー伯爵家が、万島領主を兼ねた。彼らは滅多に島に来ることはなく、大官を派遣して島を治めた。1736年、第10代ダービー伯、ジェームズ・スタンリーが着難を設けることなく、亡くなったため、満島の領主を継承したのは、ダービー伯爵家の男系子孫である、スコットランド貴族、第2代アソル公爵ジェームズ・マレーであった。 1765年、万島購入法によって、アソル公爵夫人、シャーロット・マレーは、父親から継承していた、万島領主としての総資権を、イギリス政府に7万ポンドで売却し、年2000ポンドの年金を得ることとなった。1919年には、イギリス本土に先駆けて、婦人参政権が導入されている。第二次世界大戦中には、 非武装地帯となったが、在英日本人の仮収容所が設置されていた。1949年、シ島副総督が議長を務め、ティンワールドのメンバーも含まれるシ島最高評議委員会が発足した。これは、選挙で選ばれない総督代理から民主的に選ばれた万島人政治会の行政権の移動の始まりだった。 1958年から1976年までの間に金融と警察の管轄は万島人に移った。1980年、副総督の職はティンワルドに選出された議長による万島最高評議委員会議長にとって変わった。1984年の法律に伴い、最高評議委員会が1985年に再組織され、 八つの主要内委員会の議長を含むことになった。1986年になり彼らに大臣の称号が与えられ議長は主席大臣と改名した。1986年サーマイルズ・ウォーカーが初代シ島主席大臣となった。1990年シ島最高評議委員会は閣僚委員会と改名した。海洋性気候であり気温の比較さ。 年角差ともに小さい。秋から冬にかけて、雨が多く降る。非常に冷涼な気候で冬は、摂氏0度を下回る日は少なく、夏に関しても摂氏20度を上回る日は、多くない。詳細は、ン島の地方行政区画を参照ダグラス、カッスルタウンラム GPL カフオブマンチキン、ロックアイリッシュ海ン島の地図ン島の地図括弧内は、ン島5名詳細は、EN。 ポリティクス・オブ・ザ・アイル・オブ・マン及び EN ・アイル・オブ・マン・ガバメントを参照イングランド法のベースとなった独自の法律を持ち長い民主主義の伝統を持つ。立法権を持つ立法評議会とハウス・オブ・キーズと呼ばれる会員の二つはティンワールドと総称され世界最古の議会であると言われる。現在でも7月初旬のティンワールドの日には伝統にのっとった青空議会が 開かれている。議会が可決した法案は、万島領主、または、その代理である、万島副総督によって再択される。万島領主は、万島閣僚の保筆は受けず、イギリス本土の数密院の助言に従って、統治を行う。イギリス議会は、万島に独自の法律を施行できる権限を持っているが、万島議会の承認を受けて、法律を施行する。 イギリス議会側はこの制度が慣習に基づくもので法的なものではないとしており、法的拘束として扱うように求めるマンシマ側の要求を拒否している。行政権は主席大臣をトップとする内閣評議会が持つ、自由、万人党とマンクス労働党の二つの政党が存在している。しかし、閣僚の選出は政党を基準。外交、 軍事はイギリス王室に委ねるという法律があり、その代金を毎年支払っている。詳細は、万党の地方行政区画を参照万党の地方自治体制度は古来よりあるキリスト教の教区分割に基づいている。首都ダグラスはバラという行政区分になっており、自治体によって収められている。一方、カッスルタウン、ピール、ラムジー等他の主要町、カークマイケル、 ラクシー、オンチャン、ポートエリン、ポートセントメアリーの五村、また15の国は、複数のコミッショナー制の監督庁を置いている。地方政府は、マンシマ政府の地方政府環境省の監督下に置かれる。1938年に成立したマンクス連隊が、第二次世界大戦後に解散して、以降固有の軍隊は保持していないが、マンシマ保安隊と呼ばれる、治安一部隊が存在する。 詳細は EN エコノミー・オブ・ザ・アイル・オブ・マンを参照通貨はマンクス・ポンド。マンクス銀行により独自の通貨が発行されている。カワセレートはスターリング・ポンドと同じ。イングランド銀行、スコットランド銀行などで発行されたイギリス・ポンドも国内で問題なく通用するがマンクス・ポンドはマンシマでしか通用せずマンシマ以外では外貨両替もできない。マンシマ TT レースン島の主要産業は伝統的な農業と観光である。万島はイギリス本土、アイルランド、チャンネル諸島と共通旅行領域を形成しており、この領域内での旅行では入国審査が免除される。島の行動を使って一周 60km を走るオートバイレース、万島 TT レースは世界で最も歴史の長いオートバイレースとして有名。 タックスヘイブンとしても有名で、特にキャプティブ保険会社が数多く設置されている。2010年には英国のシンクタンクにより世界第32位の金融センターと評価されている。しかし、2017年11月のパラダイス文書により、租税回避目的で米アップルなどの国際的巨大企業や有名人などが税逃れを続けていた事実が発覚し、 問題となっている。満島の住民はイギリスの市民権を保有しており、万島独自の市民権は存在していない。また本土と異なるマンクスパスポートという旅券が発行されている。詳細は、満島の文化を参照道路の制限速度がないなどの制度が残存している。また、満島は保存鉄道でも知られる。保存鉄道は蒸気機関車。 フェル式登山鉄道、狂気の電車の3系統がある。詳細は、満島の鉄道を参照万島語と英語で書かれた。看板詳細は、万島語を参照主に英語が喋られており、公用語である。また土着の言語としては、ケルト語派のゴイデル語いでる語形に属する万島語があり、現在はこちらも公式言語として認められている。英語の方言は、万島英語と呼ばれ、 固有独特な単語や表現も多いが、使用現象の一途をたどっているという。方言には、シ島語の借用語が多いが、北欧のルド語由来の語もいくつか見られる。1974年末、シ島語を母語とする最後の和者が死亡したが、1970年代以降、言語復権運動から現在は、約1700人のシ島語指揮者がいる。 イギリスからの独立意識の高いマシ島では英語に次ぐ公用語として位置づけられ国民にはマシ島語による教育の機会も与えられている。また2005年にはマシ島語のみを教授言語とする初等教育の学校ができた。詳細は三脚ともえを三小万等のシンボルの三脚ともえは対称性を持っており数学の分論の説明に用いられることが多い。 国を代表する伝統料理は、スパッツンドヘリンといい、茹でじゃがいもと燻製ニシンの開きを合わせた一皿である。昔から農作や魚老に従事する島民が常食の糧としてきたものである。しかし、近年、国民的料理の様相を示しているのが、どこかしこでも見られる、チップスチーズグレービーである。これは、プーティーヌに似た一品で、 表紙切りにした太めのフライドポテトに、チェダーチーズの粗挽きをまぶし、濃厚なグレービーソースをかけて完成する。地元の食生活では、従来、魚介類を多く摂取してきた。近頃は、商業漁業の漁獲量もめっきり減っており、西岸のビールの町の燻製工房ではニシンを、シ島風のキッパーに加工しているが、原料は、北海物が多くなっている。 スモークサーモンやベーコンの加工も行われる。カニ、ロブスター、ホタテ貝を対象に漁獲が創業されている。特に、クイーンホタテは、マンクスクイーニーの愛称で知られ、淡白で甘みのある味わいで喜ばれる。マダラ、タラカ、黒島長ダラ、サバなどの長魚が、地元の食卓に登る。地元の河川や湖では、サケマス類が捕獲されるが、これは、 国営の孵化場に支援されている。牧牛、牧羊、養豚、養鶏が行われ、給料地のマンシマ産、ラム肉は人気である。マンシマ特産のロフタン品種の羊は、味わい深い小赤身の肉質で、料理人の間で定評があり、原産地名称保護制度認可取得な食材である。シマ産のチーズには、オーク材のチップの燻製品や、ハーブで香り付けした商品があり、 イギリスの食品店にも入荷されるようになっている。ロンドン主催の2011年度、ワールドチーズワード大会において、帽のマのシマサンチェダーは、シュレットチーズ部門で銀賞を獲得した。チビールのブランドとしては、オケルズ醸造や、ブッシーズ醸造が挙げられる。マンシマで1874年以来、施行されているビール純粋法は、ドイツのビール純粋例と目的を、 同じくした法令である。モーターサイクル競技、編集詳細は、マンシマ TT レースを参照鎌具、編集、鎌具は、スコットランドでいうシンティアイルランドのハーリングと、同種道元の万島のスポーツで、フィールドホッケーを、簡略したような、ステックを用いる、チーム球技である。かつては国技であったが、サッカーにとって変わられてしまった。一度は廃れたが、21世紀において、 最高を見せているといい、4人から200人の人数でゲームに参加するという。使用する先端がフック状に曲がったステックをかまぐっといい、これは小さな曲がったものの意図される。島特有の品種動物、編集万島のロフタン羊は食肉用に放牧飼育されている。マン島を代表する特有の動物には、マンクス種の猫とロフタンシープという品種の羊がいる。 マンクス猫詳細は、マンクスを参照マンクス種の家猫は、尾が極端に短い変異を持つ血統の品種である。数センチほどの短い尾の個体を、スタンピー、全く尾の外見を書いたものをランピーと称する。毛並みは様々であるが、孔子がやや長め、貨幣や郵便切手などにも図柄が使われる国の象徴的な動物である。しかし、1930年代より、 米国での関心と需要が高まり、島内での品種の存続を危惧した、マンシマ政府は、一時期、国費でこの猫の飼育所を運営させていた。タン、羊マラクタンシープは、マンシマで家畜化された羊の純血種を指す。褐色の羊毛をした、頭角本数が多い品種で、お羊では2、3、4本から5から6本の角を生やすこともある。その名の由来である楽炭は、 毛並みの色合いを指す言葉だが、これは、る、マウス、同園、褐色の合成語で、英語に同義語はないと言われる。単語の品種に珍しく、取れる羊毛は柔らかく良質とされる。肉は美味で、グルメ食材として珍重され、ある程度成熟したものが、ホゲットやマトンとして出荷されている。辞典、ありがとうございます。